サンライナーは西日本旅客鉄道が岡山駅福山駅間を山陽本線経由で運行している快速列車である。1989年3月11日のダイヤ改正で岡山駅福山駅間で快速サンライナーとして運転を開始。1984年2月に同区間で快速の運転を終了して以来、 およそ5年ぶりに快速が復活した。後に三大な2名称を変更し、主に朝ラッシュ後から30分間隔で運行されていたが、日中は2009年3月14日、朝ラッシュ時は2019年3月16日のダイヤ改正で、それぞれ廃止となり、夕方以降のみ運転されるようになった。2021年3月のダイヤ改正では、土休日の運転本数が、 大幅に減便され、上下16本から上下3本となった。2019年3月16日現在、岡山駅福山駅間1 0本、福山駅岡山駅間に7本が運転されており、岡山駅福山駅をおよそ50分で結んでいる。原則として、下り列車は、福山駅では上り6番乗り場に到着するため、2009年3月14日のダイヤ改正以前は、 尾の三原方面へは、同一ホームで乗り換えができる笠岡駅で、環球接続していたが、2009年3月14日のダイヤ改正以降は、笠岡駅での環球接続が一時なくなっていた。なお2017年3月4日、現在、下りは一部が、根高駅もしくは、笠岡駅で、上りは一部が新倉敷駅もしくは、倉敷駅で、環球接続している。 以前は、福山駅下り3番乗り場に到着後、ビンゴ赤坂駅まで改装して折り返していた。このため、上下とも福山駅で、緩急接続していた。また過去には、岡山駅で、高松駅行きの快速、マリンライナーに変更する列車も存在していた。土曜、休日の昼間の列車が、尾道駅、糸崎駅、三原駅のいずれかまで、快速扱いで、 延長運転されたこともあったが、その際には、松永駅にも停車した。また、三原駅行きは、糸崎駅を通過するダイヤだったこともある。2009年3月14日のダイヤ改正から、三原駅行きが設定され、福山駅制では各駅に停車していたが、2017年3月4日のダイヤ改正で廃止された。岡山駅倉敷駅から新倉敷駅。 笠岡駅東福山駅、福山駅普通列車として運用されている1 1 7系、原則1 1 7系4両編成で運転されている。一部列車を除いてワンマン運転を行っているが、停車駅がすべて開閉式自動改札設置駅でも、あるため車内で料金収受は行っていない、いわゆる都市型ワンマン列車である。かつては、 サンライナー専用塗装で運行されていたが、岡山電車区に所属する百十七系がすべて地域色に塗装されたため、サンライナー専用塗装は消滅し、現在は地域色の百十七系で運行されている。現在運用されている百十七系は、関西地区の新快速用の一部を短編成か、塗色変更の上転用したもので、それ以前は百十五系に専用ヘッドマークをつけて、 運転されていた。また、マリンライナー用で、グリーン車組み込みの213系電車、103系電車、快速、千り号の前の221系電車も一部列車に使用されたことがある。2009年3月14日のダイヤ改正以前の水曜日で、なおかつ保守工事による運休が発生した場合は、115系電車が代わりに充当される列車が一部にあった。 115系が重当される場合には、ワンマン列車とならず車掌が乗務していた。また、三原行きの一便においては213系が運用についていたことがあり、この列車もワンマン運転非対応の3両編成が重当されるため車掌が乗務していた。115系電車、サンライナー。ありがとうございます。